では小野恵子さんです。こんにちは。こんにちはよろしくお願いいたします。お願いします。ます相変わらずカレー食べてらっしゃるみたいですね。<laughs> はい、そうです、ねはいえー。どうなんですか。本当にもう絶対なかったらもう生きていけないぐらいですか。おそらくそうですね。おえー、確かに一<も>日一食ぐらいは。一日一食も二食食べる時もあるし、一昨日は二食でしたね。うん今もちょうど食べてきましたし。あそうですか。はい。はい。 一人で食べるとなったら、選択肢もカレーになっちゃいますからね。カレーかラーメンぐらいしかない。そうですよね。ラーメンってこともなかなかないですね。ないですかね。カレーの魅力は何ですか。すぐ食べられる。野菜が取れるご飯。ご飯が食べられる。まあ、すぐ食べられる。まあ、そっち。なんか美味しいが一個も出てこないし、すぐって、そんだけ忙しい。んです美味しいは当然美味しいですよね。辛いの好きですか。 辛いの好きですね。あ、そうですか。ええ。じゃ、あどんだけ辛くても大丈夫。大丈夫です。あ、すごいね。しかも、気管にもいいらしいですよ。あ、そうなんですか。スパイスがあ、なるほど。ねだから、花粉症にもいいんじゃないですか。あ、僕、花粉症なんでね、さっき、そんな話をしたんで。はい。じゃ、あカレー食べるようにさせていただきます。ぜひ、ぜひ。そんなカレー大好きのウコンさんですが。はい。結構、テレビのバラエティとか、いろいろ出てらっしゃいますよね。はい。歌舞伎と、そういう。 お芝居とね、テレビのそういうバラエティとどうです？うん、違います？違いますね。ただまあ、うん、集中力必要な感じはまあ同じですけど、そこは同じか。あとはやっぱりこうキャラクターを作っても結局なんかこう、うん、なんていうんですかね、その人らしさはこう滲むものじゃないですか。か歌舞伎もやっぱ型の世界ですけど、うん、その人の人間性がこう滲み出るものだと思うんで、そこはまあ共通しているかもしれないですね。うんそうか バラエティとか出るとね、でもなんかこう必要以上にね、うん、こう芸人さんなんかすごい突っ込んできたりしますよね。そんなん平気。まあ平気だし、うん、あとはやっぱりその歌舞伎のイメージが、うん、なんていうんですか、その敷居が高くて、うん、なんか歌舞伎俳優ってすごく特殊な。 あの職業って思われがちですけど、うん、確かにね。でも全然元々娯楽だし、うん、あのもっとこう馴染みやすい親しみやすい存在と思ってもらえるきっかけにはなるからいいんじゃないかなと思ってます。うん、僕自身は別に手ぶな,なるほど。でも多芸ですよね本当に。お芝居だけじゃなくて<え>踊りもされるし。うん 歌も歌うそうですね,ねえどれが一番好きなんですかどれがっていうのはどうでしょうね、うん、でもそれに打ち込むのが好きっていうことなんで、うん、どれが一つ一番好きっていうことでもなく、うん、それぞれが好きなところがあるって感じですか、ねうん、でもね、子供の頃からそういうなんか芸事とかね練習、打ち込むっていうの嫌、うんうん、になったことないですか、うん、それはあんまりなかったですねそこが不思議よねまあ、だ好きっていう気持ちが強かったんでしょうね<ぜ>うん じゃあ時間を惜しんでもそっっちやるっていうことですか、うん、ういうか学生時代はちょっと友達と遊びたいとかありましたけど、うん、でもまあ大人になってその役者一本とか、ねうん、歌もそうだし、うん、あの仕事ってことに専念するってなってからは無我夢中でやってるんで、はい、あんまりその時間を削ってやってるとかっていう感覚はないです。ですね、もうずっっと気になっちゃうんで なるほどじゃあ特にお芝居なんかやってたらそのことが常に頭にあったりするわけですからだからカレーなのかねでもどうういことですかだって時間が短縮できるんですとねそれもあるかもしれないですね僕聞いててそうかなと一瞬思いましたけどねそういうことだと思いますで今回ね「三月花形歌舞伎」これ髪型の演目ですよねそうですね 初チャレンジですかで髪型のお芝居に関しては、うんうん、それこそ2月も、うん、2> この大阪松竹座で、うん、曽根崎真珠の、はい、特別予約をさせていただきましたし、うんまあ、近松の作品近松門左衛門という作家の作品でいうと、うんえー「雰囲気里」っていうお芝居があるんですけど、はい、それを自主公演でさせていただいたこともあって、うん、割とあの。 個人的には江戸の人間というかね、うん、関東の役者ですけど、はい、あの髪型のお芝居は好きで、うん、あの勝手に親しみを持ってます、うん。というふうに僕も実は伺っていて、はい、ここ難しくないかなと思うんですけど、ね、はい、大丈夫なんですか。何がですか。言葉とか。ああ<ー>、うん、まあ難しいはでもあのいわゆる江戸の演目やってても、うん、今日常会話で話している言葉とは違う。 うん、言葉を使うし、うん、あの難しいはもう何やっても結局難しいですよね、うんうん、でもだからこそ打ち込むっていうことがまあ楽しいんでんそこにあまり壁はは自自分自身は感じてないですね、うん、今回ねこのいろんな演目ある中で「<laughs> 女殺し油の地獄」うん、こう映画なんかにもなってね、はいはい、すごいおどろおどろしい話ですけれども、うんはい、こんなのも。 これも初めてでではないんすか僕はね務めさせていだくのは川昌というお役の神谷治兵という主人公が一応自分が主演の方なんでプログラムでいうと松の方なんですけど「油地獄」も隼人君が主人公のね与兵というお役をやりますけどこれも発役でお互い発役で僕はそのお吉という与兵に。 まあ殺されてしまう女性の旦那さんの役ですね。はい、ねはいはい。阿で川島もこれも初めて、ね。初めてです。ですよね。どっちもじゃ初チャレンジってことですか。そうですね。お互いに。はい。うん、どうですか。まあまあこれ聞いてる時点ではまだスタートしてないけども。はい、はい、もうお稽古結構進んでるんですよ、ね。そうですね。お稽古はもう進させてもらってます。はいうんうん、楽しいですか。 楽ししいですし、うん、あのやっぱり持ち味としてはあの関西のお芝居と関東のものって持ち味違いますけど、うん、特にやっぱりこの「川昌」なんかそのセリフが、うん、いわゆる台本に書いてあるセリフではないことをたくさんしゃべるんでもう見た映像と台本照らし合わせたらもう全然違う。 ですよ台本にはポイントポイントのこのセリフの時に何かが起きるみたいなきっかけのセリフしか書いてないのでほとんど大まかな筋立てしか書いてないぐらいのスタンスなんですよ。実際にはもうペラ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 喋ってる感じなんでその辺は難しいですねそれってでもアドリブにはならないんですか セゼリフだったりとか、その時思ったことをポロっと喋るっていうのがこう髪型の言葉にうまくは変換即座にはできないんで、うん、あのいろんな映像を見て、うん、こう単語を拾ってって<う>出てくるようにしておくっていう感じですかね。ああ<ー>、だストックを作っとかなきゃいけないって感じです。言葉の。なるほど。うん、そういうところがまあ苦労でもありますよね。まあそうですね。でも、うん、あの今なんていうんですか、歌舞伎の時代も。 あの古典と新作といろいろ選択肢があると思うんで自分が何か作るって言った時にもこの髪型のお芝居の要素とか雰囲気とか持ち味みたいなものもうまく自分のものにできていれば何か自分がものを作るっていう時には必ずあのプラスになると思うんでそれもある種のストックでもあると思うしもともとでも好きっていう気持ちとこの「カウショって演目に対して自分が愛着と憧れみたいなものがあったんでまあ今回やらせてもらいたいっていうことが まあ一番の同期ですけどね。うん。上型の歌舞伎と東京と何が一番違うんですか。まあ主人公がヒーローかダメ男かじゃないですか。おお面白いこと言いますね。<laughs> うん、うん、やっぱりあの大きく何か欠落してる、うん、一人では生きていけないような男が、うん、主人公ってところが上型の歌舞伎の。うんうんうん まあ全部が全部そうじゃないですけどはい、はい、まああの大まかに言うとそういう魅力があるなっていうふうには思います、うん、江戸の芝居はやっぱりどうしてもヒーローが多くて、うん、なんか完全,無欠の完全懲悪男が多いですけど、はい、まあそういうことではなくよりだから人間らしいというか、うん、あの芝居を見てお客様楽しんでいただくにあたってその現実にはいないようなあの、うん 非現実的なキャラクターを主人公に持って行って喜ばせるというのが、まあ江戸の考え方だと思うんですよ、はい。で対して上型はこういう人いるよね。っていう共感でお客さんに楽しんでもらうっていうのが、上型の芝居の作り方なんじゃないかなっていうのは思ってます。うんうん、若いのになかなか鋭いですよね。いや。でも、あのこの年齢を使って、うん、まあ向き合ってみんなやってるんで、あの、うん、いずれ気づくことでもあるし、うん、僕らそのためにこう。 時間をそこに使ってるんでまあでも確かにね近松にしても何にしても身近なそういう実際起きた事件とかがね下敷きにあったりするのでそこがまたね何ていうんですかね実際にあった事件を脚色するでその劇,劇的に持っていくっていうあんばいがやっぱり近松門前もあってもう今年ね没後300年っていう大きな節目ですけど、うんうん、そういうとこが魅力だと思います。 サービス精神も髪型のお芝居ってやっぱりそういう意味では豊富ななのかかももししれれませんね。かもしれないです、ねうん、だからすごくあのこうやって関西の劇場を出させていただいて、うん、かあの感じるのは、うんはい、お客様も喜んだり泣いたり拍手したりするタイミングをあの探ってるっていうかお<ー>あの参加しにいらっしゃってるっていう感じは。 そうですね、なんかすごく感傷的にこうご覧になるというよりは,は何か自分も体感してる、うん、体験してるみたいな感覚でご覧になってるお客様多いっていうふうには感じます。それだけにちょっと怖いところもありますね。あそうですね、うん、あの特に江戸の人でしょっていうふうに思っていただいてる場合はそのままず壁を乗り越えなきゃいけないんで。うん そこ大変ななのかとも思いますでもさっきみたいなね言葉のストックがあってったらりそそううなのでですよねあとはやっぱりこうどうしても雰囲気とかネイティブにはなれない部分っていうのはあると思うんでそこを超越していく自兵という人物に自分がしっかりハマっていくっていう役をちゃんと捉えるっていうことができれば雰囲気だったり香りだったりするものは 超えててていいいけんじゃないかなかっっう,うにも思ってますなるほど最後にどううでしょうか、まあ、まだ30代前半でね、はい、若いですけども、はい、こんな役者になっていきたいとか、はい、こんな風になっていきたいっていう夢とかはあるんですか、うん、これはやっぱりあの最近思うのは、うん、歌舞伎がすごいのだって別に歌舞伎役者がすごいわけでもないんで、うん、まず自分は何て言うかあの人としてちゃんとしようと思ってます。<ー> 歌舞伎役者がすごいわけではなくっていう、うん、そこ鋭いところですよね。まあ、そんな気持ち。うん、まあ、でも、歌舞伎盛り上げていきたいっていう気持ち強いからですけどね。なるほどね。うん、うん。周りの若いね、同じようなその同業の方見てて、うん、どうですか。やっぱり、これから歌舞伎って、じゃあ、そうするとうまく継承できそうですか。うん、できると思いますよ。だし、やっぱり、ちょうどこの三十代前半の役者たちが。みんなそれぞれ歌舞伎のことを持って、自分ができることをやろうっていう認識、うん。 意識がすごく強いと思って、それ関東も関西も関係,関係なくですね。すごく感じるので、うん、そういう意味ではみんなで切り盛りしていこうっていう意識はあのみんな持ってると思います。それちょっと楽しみですね。そうですね。だから今回もこうやって花形歌舞伎っていうふうにあの目を打って若手での公演ですけども、三十代、うん、前半ってもうある種ね大人だし、うん、あの。 世界にによよっってはももうう中堅なななるる組織もあったりすすじゃないですか、うん、だから僕らは歌舞伎の世界って、ねあのうん、いくら年齢を重ねてもずっと仕事ができる、うん、あのそういう職業だと思うんでまだ若手っていうふうに感じますけど、うん、でももう30年生きてますからねそれなりのものを自分でぶつけていける年代だとも責任もあるし、うんうん、もう引っ張っていくっていうつもりでやっていくのがちょうど今は妥当な時期なんじゃないかなと思います。素晴らしい 期待していますありがとうございまし今日どうもありがとうございましたありがとうございました